はい、寝ても覚めても星ねえワールド、夢中にさせちゃうぞ。星ねえこと星名大輝です。今日もですね、私の好きな食べ物カレーを食べていきたいと思うんですけれども、本日紹介するのはこちら、じゃじゃーん、琉球大学カレーでございます。私のね、通っている琉球大学で売っていた、なんかよくわかんないけど琉球大学カレーっていうですね、あんまりなんか美味しそうじゃない名前ですが、なんとですね、琉球大学が開発したウコンを使っているんだそうで、なんか割とガチな感じのカレーみたいですね。そして沖縄県産の黒糖を使用していたりと、結構ですね、こだわりのカレーのようです。はい、ここにですね、基礎課程って書いてありますけれども、大学の授業にはですね、まあ基礎課程と応用課程って言って、その名の通り、基礎的な授業と応用的な授業があるんですけれども、甘口、いわゆるそんなに辛くないやつが、こう基礎課程、辛いカレーの方がですね、応用課程っていう名前で売っておりましたので、辛口はね、応用課程っていうのもありますから、辛いのがね、好きな方は応用課程の方を食べるといいわけですね。私は、辛いの苦手でございますし、まだですね、大学の方でも基礎課程を勉強している段階ですから、今回は甘いい方ですね、基礎課程の方を食べていきたいと思います。じゃあね、早速作っていきましょう。はい、こんな感じですね、できました。ちょっとね、チーズとウインナーを乗せてみたんですけれども、なんかね、思ったよりみずみずしい感じ。いや、でもなんかちょっと間違ってね、ご飯をね、みずみずしく炊いてしまったので、もしかしたらそのせいもあるのかもしれないんですけど、じゃあね、早速食べていきたいと思いやーす。じゃあいただきます。すごい、おいしそう。うん、これはですね、香料とか化学調味料は使ってないっていうことらしいんですけど、なんかすごいいろんなスパイスが入ってる感じっていうのかな、なんか、うん、なんだろう、いろんなスパイスの重なり合いで味が作られてる感じがすごいおいしいですね。なんか本格的なカレーって感じ。うん、多分今私が感じてるのが琉球大学ウコンの味でいいと思うんですけど、琉大荘厳っていう春ウコンらしいですね。このね、箱の中に琉球大学カレーのしおりっていうのが入ってて、その中にね、詳しく説明があるんですけれども、沖縄県内のね、農家の方と、こう農学部の、研究室が共同で開発したウコンらしいですね。すごいですね。カレー自体はこの琉球大学と味とやっていう沖縄の有名なカレー屋さんが共同で作っているらしいです。だから結構本格的な、めちゃめちゃすごいカレーなんですね、これはね。うん、普通にすごい美味しい。なんか全然レトルトカレーって感じがしない美味しさですね。うん、味が深いですね。これはね、スーパーで特売だったウインナーです。すごいトマトも入ってますね。うん、なんかめちゃめちゃ美味しかったですね。なんか名前的になんかネタ枠のカレーかと思ったんですけど、そんなこと全然なくて、思いっきり本格派のカレーでしたね。なんか久しぶりにこんな本格的なカレーを食べたなっていうぐらい美味しいカレーでした。はい、ということでですね、今日は琉球大学カレー基礎課程編食べてきたんですけれども、なんか、こう今までね、食べたことのないような味に出会えたというか、とてもね、素敵な体験でした。ということでね、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。星音チャンネルでは、大学生星音が沖縄で送る様々な生活をですね、紹介していますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。星ね、星ね、星ねチャンネル見てくれてありがとう。